いろいろな VTuber の先生にお話を伺えて、とっても楽しかったな。そうですね。最初はバーチャル技術といってもいまいちピンときませんでしたけど、活用例を紹介してもらったり、実際に体験したりする中でバーチャル技術の可能性に触れることができて、とってもワクワクしました。うんうん。そしてバーチャル技術の進展に伴う新たなリスクや多様性のあり方について学んでいく中で、バーチャル社会の到来に向けて心の準備ができた気がします。現代から未来に向けてバーチャル技術がどのように発展していくのか、そしてそこに潜む危険性や可能性について考えを深めてきたというわけですね。最後にこれまでに学んできたことを振り返りながら、未来のバーチャル社会について私たちで考えてみましょう。でもいきなり未来社会を考えてみるって難しいですね。そうですね。あ、未来を考えるのが難しかったら過去を振り返ってみるのはどうでしょう。例えばインターネットの発展によって社会はどう変わったのでしょうか。インターネットが普及する前と後でコミュニケーションの形態は大きく変わっていそうですね。確かに。インターネットが普及する前は会話や郵便、電話やファックスが主なコミュニケーション手段だったって聞いたことがあります。ふむふむ。そこからインターネットが普及したことで電子メールやメッセンジャーアプリ、SNS やビデオ通話といったコミュニケーション手段を取ることができるようになりましたね。インターネットの普及によって時間や場所、コストといった制約が少なくなって自由に交流できるようになった気がしますね。うんうん。それに感情や思いもリアルタイムで伝えやすくなりましたね。もちろんいい面だけじゃなくて、個人情報の漏洩や誹謗中傷、そして情報格差といった新たな問題も生じていますよね。技術の発展によって私たちの生活や社会は大きく変わりうるんですね。バーチャル技術の発展によってどのような未来が訪れるのか、なんだかワクワクドキドキしてきました。未来のバーチャル社会を描いていくのは私たち自身。これまでに学んできたことを振り返りつつ、バーチャル技術を活用することでどういった社会が実現できそうか、みんなで考えてみましょう。